始まりました。森上奈と上田舞のマイドリームで公開の日本、はい、第4回ですね。パン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 あ、いいよ、いいよ、大丈夫大丈夫、あ、大丈夫、もういい、もう大丈夫、あ、ほんと、ほんと、大丈夫、ありがとう。あの、BGM 風でこう、ちょっとこう、フェードアウトしようと思ったんやけど、そういうことか、フェードアウトやったんや。うん、そうそう、ポンポンって伝わった、うちはなんか手でこう、すごいよかった、喋り続けてみたいな、今やったんやけど、ごめんね、ごめんね、ごめんごめんごめん、ちょっとそこ分かってなかったわ、ごめん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 、声のアクセント問題ね、そう、ぼちやからね、ぼちやからね、ぼちが出ちゃったね、ぼちが出ちゃったね、なお、いよいや、いや、第4回ですよ、第4回も始まりました。早いよね、4回も経ったんか。うん、4回経ったね。3月、うん、そうね、3月の4回目やね。そうそうそう、最初の方に1回生配信しましたから。でも嬉しいね、なんか今考えると3月の一発目からこうスタートできたみたいな、うん、そうだ ね、 ね、いいタイミングだったよね、あの時が、ね、嬉しいね、あの嬉しいね、嬉しいしでもやね、あ、絶好調っすね、今日も、ありがとうございます。ここから始まる1、2、3、4、やめてやめて、やりよったあれ、夢から始まるディズニーに合わせて、ラジオやけん分からんさね、そのダンスが、夢さんの夢2にしちゃった。え、前やったらば前かな、上じゃないよね、そうやね、前よね、絶対一応前やね、前なんかブリコストンみたいに言うけどね、前、うんうん、前って前前前前って言うて、そうそうそう、前言われたら前前前前前前スクールってね。これ分かる、ちょっと分からん、ちょっと分からん、まあ幼稚から幼稚しか分からんわ。え、なぜ？あの、一番私も福岡県。そうか、いや、でもね、マイマイスクールっていうね、うん、あの自動車学校があるの。わからん。そう。だからマイマイスクールはちょっと分かりすぎ。あ、本当？うん、びっくりしたよ。福岡だけったいね。びっくりした、びっくりした。福岡で結構マイマイに行っとる人多くて。ゆめちゃん、マイマイ今日さ、はい、髪の毛切ってきたんですけど。そうだよ、マイマイ切ったよ、マイ。これみんな見た、まだ見てないやろうね、みんな。見とうわ。写真どんどん上げとうわ。写真は上げとうけどさ。これ見逃しに自撮りいっぱい上げとうわ。でだから、実物だよ。実物は見てないやろ、ね、そう、見てない見てない見てない。私が実物第一号車かもしれん。本当？そうやね。そうか、わからんわ。わからんわ。いや、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い、私はもう前髪ありはやんで、もう本当に舞が悩んどう時も、いや私は切ってほしいけどね、個人的にって言ったけど、まあ舞から右から左にね流されるんやろうなと思ったわけですよ。ゆめなちゃん好きって言ってくれるしなみたいな、本当、うん、よぎった切る時、ゆめなちゃんが世界中心回っとったね、やめなさい、世界も中心でゆめな叫ぶやかましいわ。よくわからんわ。はい、ありがとうございます。前髪いいね、皆さん楽しみにしててください。お願いします。ライブとかに来る際はね、ね、はい、ということで、はい、いきます、曲コーナー。じゃあ曲コーナー行きましょうか、はい、もういくらでも喋りますからね、本当に。そうね、はい、今日はじゃあ上田一発目で行かせてもらいま す、はい、います。ちょっと早いんですけど、はい、あのちょっと夏っぽい曲を聴いてもらいたいと思います。些細なこと。君のところまで泣いているセミも今日でおしまい、また来年会いたいね。眠れない私とよく喋るあいつね、苦しいように君側見ている星みたい白い夜、カーテンの向こうの朝に出来上がるとすっと、アイスコーヒーいつの間にかミルクは入れずに、夏の終わりの方に私の頬は冷めていく、シーツの端の横でもいつついたのか忘れるくらい、コーナーのマイドリームのトールトーク、ヒヤヒヤっとヒヤピタ
ゆぴた、ゆぴたありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はマイ編ということで。マイ編ですね。今日マイ編ということで。はい。いや、マイ編、ね、ありますか？この前私がね、本当に背筋が凍るやつ出しましたから。そう、マジのやつ来たもんね。だってびっくりしたもん、私も。本当にね、逆にひねりがなくてどうしたって思われたかもしれんなと思ったし。いやいや、そんなことない、そんなことない。はい、でも、うん。あのオープニングでも言っちゃったんですけど、うん、何、あ、人生で初めて前髪伸ばしてたんですよ、実は。おー、そうなんや。そうなんですよ。めっちゃ長かったもんね。めっちゃ長かった、うんうんうん、めっちゃ長かった、ね、ちょっとギャル意識みたいな感じで伸ばしてたんですけど、うんうんうん、ワンレンとかまではなかったよね、さすがに。あ、でもね、本当に顎下ぐらいまであったり。あ、そうなんや。そう、びっくりした。すごで、なんか切る時にバーって前に下げてさ、前髪をバーって下げて、うん、切りますみたいな感じで、前髪を前に、ややこしいな、はい、で前にやった時に、うん、いや長いところからさ切るのが初めてやったけんさ、はいはい、どんな感じなろうと思って、うん、で、ザクっていって、うん、ちょっとゾッとした。途中までこうバンッ切る、えちょっとあの長すぎてあゾッとしたっていう。その美容師さんが切った瞬間に、うん、そうザッと落ちてきたんよ。あ、そういうことで髪の毛がね、目の前にね。初体験すぎて。確かにそんな体験したことないわ、私。ゾッとしたんやけど、こんな話でも夢のちゃん広げれるんかな。凍ったね、それは。凍った、うん、凍った。私が今思ったのは、うん、私が前髪切ったりとかしたらさ、顔にこうパラパラってかかるくらいやん。で、あ、ちょっと後でちょっとこれあの取りますねみたいな感じで取られるやんか。それがドバってことやろ。そう、ドバって下にパーンって落ちたんや。すごいよね。やばっと思って。え、こう視界オープンみたいになった。なったなったなった。こうなってのこうやけんね。いや、全然伝わらんけどね。いや、これラジオですからね。ラジオですからね。そうそうそう、あれね、こうなってこうの画像をねちょっと ね撮りましょう、撮りましょう、自負で撮っときましょう、撮っときましょう。そういうことか。あ、でもその体験は私はしたことないけんの。本当、うん、結構なちょっと伸ばしとったなと思って。すごいね。どれぐらい伸ばしたらそういうになると、うん、でも多分、うん、20センチないぐらいじゃない、15センチぐらいじゃない。月日にかけると、あ、そういうこと。どれぐらい来てなかったと。え、でもね、前髪はなんか美容師さんもえらいびっくりしとったけど、うん、半年以上伸ばしたね。1年いかんぐらい。マジで。成人式のために。で、やっと落ち着いたけんこの前行ってたり。そういうことね。そう、で全体ももうえげつなく伸びとったらしくて。そうそう。え、髪の毛も切ったよね。うん、切りました。パーマかけたわけじゃない。いや、これは違う。あ、これは違う。今、うん、今上田舞ちゃんの髪の毛がくるんとなっとったんで。そう、某人気モデルのインスタグラムに載ったらさ、うん、なんか誰なん、びっくりするわ。びっくりするぐらいさ、うん、オイル揉み込みますって言ってさ、はい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 、すっごい揉み込むよ、うんうんうん、絶対こんなん嘘やんと思ってさ、うんうんうん、やってみたよ、バカにしながら、うんうんうん、さ、めっちゃ綺麗になった。オイルはバカにされんと。うん、ちょっと嬉しかったね。オイル女子が今出てきてますもんね。うんうん、ここずっとバカにオイル。すっごい綺麗な巻きです。これが伝わらないのがすごいちょっと悔しいな。ちょっとあの触らないでもらっていいですか。え、なんでなんで触ってこう。私のこれほら手の油もオイルってやかましいわ。何ヒヤぐらいこれ。ヒヤ、うん、ヒヤ加減にすると、うん、3ヒヤかな。ごめん、ちょっとこの話はちょっと基準がちょっとね、難しいよね、うん、基準問題がありますから。いや、出直してきます。皆さん、いやいや、ありがとうございます。今日もなんかある意味凍ったよね。さあね、凍ったね、うん、うん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 、いい体験やね。私もちょっとそれしたいな。前髪伸ばしてみたいな。ゆめちゃん絶対伸ばさんやろ前髪。うん、伸ばさん、伸ばしきらん、ね。でもいつか伸ばしてみたい。あ、ほんと、いつかは。そのいつかってって、そのいつかってち自分から言わんでもらっていいから、その、はい、すいません。自己主張半端でも、はい、最近さ、よくさ、うん、そのいつかってかやっぱ常に言ってしまうよね。あ、わかるわかる、自分の曲がね。そう言ってしまった時にさ、うんうんうん、なんかその心の中で絶対その曲が流れると、そのいつかっていつかなうのって心で言うんです。自分でやばくない。そのトーンな、心の中でも、心の中でそのトーン、そのいつかっていつかなうんっていうトーン。そうそれで今言っとってけん、それがもうもろに恋になってしまって。うん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 、すいませんって感じ。いや、可愛かったよ。すいませんって感じ。すごい可愛かったです、はい、ありがとうございます。いや、今日のコールトークは、はい、サンヒヤでした。ね、はい、ありがとうございます。ポンポンヒヤ。わからんわ。ゆめちゃんの脳内がわからん。はい、では次ですね、はい、質問コーナーいきますか、はい、質問コーナーいきましょう。今日もありがとうございます。質問コーナー、ありがとうございます。お、長いね、なんか長いよね、うん、じゃあ呼んでいこうかな、うん、今日はじゃあ上田さんから呼んでいこうかな。はい、じゃあ、
ウェポンとか言われたことある？ねないよ、ね、やめて。なんか聞こえそれ。上田さんってさ、うん、なんか上がつく人って結構ウェポンって言われる人多いなと思ったよね。そう、なんかちょっと恥ずかしい、うん、はい、読んでいきます。マイドリームの皆様こんばんは。こんばんは。楽しく放送を聞かせてもらっています。おー、ありがとうございます。さて、ゆめなさんはマイさんよりもちょっと年上なのは周知の事実だと思いますが、まあ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 、お互いに年上のくせに、まあまあ、年下のくせにと怒りを覚えたことはあるのでしょうか。いつも仲良しならばもちろんそれでいいのですが、互いに思うことが何かあれば教えてくださいませ。これからも楽しい放送を期待しています。ありがとうございます。ラッシーさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ございます。難しいね、これ。難しいね。ゆめなさん、そっか、前が年上のくせにって思うってことか。そうそう、私が年下のくせに。やっぱ前さんのビッグマウスにはびっくりさせられますよ、やっぱり。ビッグマウスじゃないって。ちょっと待って、ほんとイメージ、イメージほんと違うけ。もうネガのネガで通っとうけ。嘘、そうなん？ほんとほんと、あ、そうなん？ネガよ、私は。相当なネガやけんね、ほんとに。いや、そう大口叩きたがるなよ。まあ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 ね、4歳ぐらいからそうなんよ、もう。そうなん？うん、もう根っからもそうなんよ。もう少年の部分が腐っとうけんさ。そうなんよ。どういうこと？もうね、本当大口叩きたがるなよ。ごめんなさい。そういうことね。いや、でもすごいなって思う時もあるし、うんうん、その前可愛いなって思う瞬間もあるけ。ありがとう。なんかそのなぜじゃろ、そのアメトムじゃないけど、うんうんうん、なんかそこにすごく私は心をくすぐられますよ。はいの。なんかこと、なんかうまく言葉にできないんですけど、はい、その内容っていうのはちょっとあのいろいろ細かいから あれだけど。うんうん、やっぱこうお互いにね、うん、そうやって支え合っていってるところがあるので、あるね、うん、その中で、うん、その前が別に私はその前に対して年下のくせにとは思ったことはないです。本当？うん、そこは思ったことないです。あいつはもう、はい、ただ年下なのにすごいなっていう方が多い。え、ちょっと待って、今日よいしょすごいやん。ガガガガガガガ、前の初回にあいつぐらいのすごさやん。そうやろ、うん、今持ちこそうと頑張ったよ今。どうしたと、なんでそんな持ち上げる。いやでも最初にほら前が、ね、うん、言ってくれたっていうか持ち上げてくれたよ。私は持ち上げたつもりなかったけど、ね、私も持ち上げるつもりはないよ。本当？別にないよ。ただ、うん、そのやっぱ私が前の年齢の時にそんなことが考えれたのかなって思うことはすごいあるわけよ。うざ、ん、本当考えてないです。すみませんでした。マジ誰？本当すみませんでした。いやだけ別にそれがもう何もちょっと相談とかも今後できない。やめなさい、やめなさい、本当にやめて。そう、深刻に取れるんだ、やめて。別にさ、なんか正解とかそういうことじゃないやん、はい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 、ね、別に それぞれの意見があっていい中で、うん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 、その前の考えにすごく私はなんかこう考えされたりすることはすごいある。いや、尖っとったけんね。あ、そうなの？尖っとったけんね。昔？昔っていうか、そうね、夢1年前ぐらいのゆめなちゃんと会ったの。うん、まあそうだね。尖っとったけんね。尖っとった。あ、もうよ、まあ、丸くなったじゃ丸くなったよね、確かにね。うんうん、めっちゃ丸くなったよ。丸くなっての前の方だっけ、私が言ってるのは。本当、うん、ありがとうございます。そうですよ、でももっと頑張ります。はい、あ、私でも年上のくせにと思うことあるかな。年上のくせに、年上って思ってないやろ。年上のくせに身長ちっちゃい。いや、おい、誰がそんなちっちゃかったっけ。やめや、ちっちゃいよ。やめや、やめや。今おかわりだから今降臨しとるけ。本当、びっくりした。そんなちっちゃかったっけ。そんなちっちゃかったっけ。やめや。ちょっとごめん、そのさ、オリジナルの方知らんけんさ。あ、そうです、本人をね、うん、そう、ごめんなさい、ごめんね、すいません、そこ説明した方がいいよね、一応。そうね、そうね、お願いします。ちゃんとのおかわりなちゃんっていう子がいるんですけど、うんうん、このスリーマンね、うん、3人で出させてもらう、ね、プジョシンガーソングライターっていう子で、うんうん、その子がね、あのこの前会ったら、久しぶりに会ったらすごい背がちっちゃくな、ちっちゃいなと思って、あのそんなちっちゃかったっけと思って、自然と私、え、あれちゃんそんなちっちゃかったって言ったら、背、うん、ちっちゃかったぐらいの かぐらいで、やべえやって。やめやってもう関西ですからね。そうそう、食い気味のね、すごいね、やめがあって たんや、ね、やっぱこう違うな、そこに住んどった人のツッコミって違うんやなと思って。勉強になった。そう、それを10回ぐらいさせた。面白すぎて、なんかもう答えるごとに、ちっちゃかった、やめや、やめやってずっと言わせよったって。欲しがりすぎやろ。 それを私も同じこと言われたんでね。うんうんうん、言っとくしかないなと。そうそうそう、すいません、わかります。うん、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いただきました。いや、はい、でもまあそんなもんかな。別にお互いなんか年上のくせにとか年下のくせにとかあんま年齢考えてない。そうだね、あんまり年齢、まあ、その考えてない、気にしてない感じはあるよね。ありますか。うん、あ、よかったです。いや、むしろごめんなさいね、なんか。いやいやいや、年上のくせにしっかりしますね。しっかりしますよ。しっかりします。めっちゃしっかりしてますけど、ね、いやいやいや、やめなさい、やめなさい。いや、すっごいもうしっかりしてびっくりしますね。やめなさい、やめなさい。もう未来見えてるなみたいな。ドトールね、
ドトール、ドトールね、ドトールのミルクレープ買ってあげるけん。本当、うん、ありがとう、やったー、ね、何の話や本当。はい、はい、じゃあ次行きますか。じゃあ次行きましょうか。はい、どうぞ。次森さん、はい、森さん行ってください。ただいま、しゃべりましょうか。しゃべりましょう。もう全部ね、ここら辺までかな。はい、うん、OK ですね。はい、じゃあそれでは森村お座らせていただきます。はい、お願いします。はい、こんばんこんばんワンナイトカーニバルアンドフェスティバルだバーロー、ついに開花しましたね。マイさん、イベダさん、あ、なんかすごいセンションの、ね、森夢奈ちゃんに負けじとの親父センスですね。すごいね、すごい来ましたね、びっくりした、うん、ありがとうございます。ちょっともう圧倒されちゃった文章に頑張って、森夢奈さん、内容が入ってくるようにしっかり、はい、うん、はい、頑張りマックス。さてさて、舞さん、ゆめなさんの勝負飯って何ですか？勝負飯、僕はというと、うん、夜勤前には香取慎吾さんらも訪れた近くのダイレックスでみたらし団子とピーナッツブロックチョコバ購入し、チョコチョコ頬張り気合入れますち。もうゆめなちゃんの負けん気がえらい、すごいことになったよね。すごいね、今すごいことになったよね。チョコは購入し、ね、チョコチョコってよ、素晴らしいね。大好き大好きです。大好き。よかったです。ペンネーム。でも、うん。ペンネーム、エクスカリバー、西見さん。西見さん、はい、ありがとうございます。すごいね。持ってかれた感がすごいな。ちょっと、ね、ちょっと負けすぎない、ね、うん。今、心が、うん、ぽっかり感が。もう今、夢菜ちゃんの中でいっぱい溜まっとろう。今、溜まったね。今、溜まったね。何を次言おうみたいな思っちゃって。めっちゃ期待しとくわ、みんなで。やめて、やめて、やめて。みんなで期待しとくわ。プレッシャーに弱いタイプだから。はい、勝負飯。勝負飯だって。私あるよ。そう、手料理みたいなことやろ、うん、手料理ってことやろ。だから、でも、うん。でもさ、勝負飯って手料理ってことやろ。そういうことか。私勝負飯手料理と思っとった。好きな男に食わせるみたいなこと。私もそういう意味と思ったけど、でもなんかそのエクスカリバー西見さんは、そうね、なんか自分の気合を入れるための気合入れるためみたいな。難しいね。でもあー、どっちやろ。一緒かな。私どっちも同じものかもしれん。そう、うん、そんなことある。うん、ある。自分にもやし、好きな人にも食べさせたいってこと。好きな人とか、そうね、あの手料理の、うん、まあ、一番自分が美味しいかなと思う、うん、美味しいかなと思うものがそれしかなくて、うん、自信があるものが、うん、その一択しかないよ、うん、大善寺ロールっていうんやけど。え、なそれ。あの福岡県久留米市大善寺出身なんで、寺ね、はい、うんうん、寺、まあそうね、うんうん、寺じゃないんやけどね、あ、ごめんなさい、大善寺出身なんで、うん、あの大善寺ロールって、はいはい、まあ、うちの母ちゃんが作り始めたと思ってるんですけど、うんうんうん、宇宙でこの宇宙で、うんうんうん、そう、あの上だけってことね。そうだ、ね、うんうん、そう、あの豚肉、はいはい、ロースでもバラでもどっちでもいいですけど、はいはい、にあの、まあ、塩コショウで下味つけて、うん、でしそひいて、うん、でチーズ、うわ、めっちゃ美味しいやん、もうそれ。で、まあ、ちょっとこっから企業秘密ちょっと入れて、うんうん、あ、そうだ、言えないあれがあるわけね。言えないよ、そう、企業秘密ね。それを巻いて、うん、はい、揚げちゃうっていう。揚げるの？揚げます。え、油で？油で。え、それって何？あれもつけて、衣とかつけるの？そうそう、衣とかつけて。でもめんどくさい時は揚げ焼きみたいな感じで片栗粉だけつけて、うん、キャベツ。ああ。そうそうそう。え、油引いて、そうよ。バチバチ？え、作ったことないっけ、めなちゃんに？ないよ。ないか。え、食べたい食べさせるよ。マジで？うん。やっと。そういうなんか揚げ物。じゃあ唐揚げぐらいしか私なんか。本当？家、うん。たさ？イメージないよ。おい。おい。まずあんまり揚げ物をせんし、本当大善寺ロール食べたい。大善寺ロールかな。そう、なんか秘密兵器が気になる。秘密兵器ね、うん、まあ、じゃあ私は知ることが、あ、そういうことな、真心的なやつか。真心、前の間は真心の間ですから。あ、すいません、はい、ありがとうございます。なんか逆に掘り出してすいません。いや、とんでもないです、ありがとうございます。大善寺ロールかな。大善寺ロールめっちゃ美味しいよ、ビビるよ。じゃあちょっと自分が勝負っていうかさ、うん、明日大事な仕事があるとか元気がなくなった時に食べてるかな。あ、ちなみに昨日も注入してきた、うん、あ、そうなんや、うん、大善寺入れたんや。昨日はもう大善寺ロール豚肉なのに、そこにプラス豚汁やけんね、うん、あ、すごいね。トントンがすごいね。トントンパワーがすごいやん。トントンパワーが結構すごいよ。まあ、まやさんちょっと最近ね、風邪ひきましたからね、うん、そう体調壊したんでね、うんうん、そうよかったよかった、よかった。トントンパワーで、トントンパワーで、いや、今度本当楽しみにしとります、うん、それ。ぜひぜひよろしくお願いします。ください。森さんは？いや、私は、うん、なんだろうな、あの勝負飯、作る方の勝負飯だと、うん、ハンバーグ。ハンバーグか。普通にハンバーグが得意です、うん、食いたい、うん、食べさせたい、うん、タンガハンバーグ食べさせる。夢な型、それ夢な型、ハート型みたいな、うん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 、夢な型、あれだね、あの四つ葉のクローバーみたいな形にしようかな。うん、はい、ということでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ではまた質問コーナー続々お待ちしてるんで、はい、いっぱいメール送ってください。本当にメールください。よっしゃ、はい、心から喜びます。よっしゃ、はい、
ということで、こちら次の名物コーナーいきますか。あいいや、せーの九州アクセントバトル。トル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 、ありがとうございます。この前はね、うん、いろんな、うん、さ、あのね、うん、あの意見がありましたけど、うん、ちょっとこの前は私が可愛い系に走っちゃったから。そうね、でも私 の, あのツイートでは、うん、あの私のツイートの何、あの投票やろ、投票では、うんうんうん、結構あれやったよ、私が勝ってた前やろ、うん、私の投票だったら私やったよ。そうちゃんね結局そう、そう、ね、分かれるよね、結局そうちゃんね、結局そんなもんかいっていうね、結局そうになるちゃんね、まあ、本当のところは分かん、まあまあまあ、でも多分私と思うよ、ごめん、まあまあ、うん、分かる、それはもうじゃあ負けを認めるはい、すいません、今日こそ勝とう、今日は頑張るよ、うん、今日はもう持ってきたよ私、マジ今週のやつ持ってきた、マジか、うん、私も頑張ろう、前からのあれで言ってるんで、アドリブで、アドリブで、うん、あ、いいねいいね、うん、私はちょっと考え込んでくるタイプなんで、はい、すいません、はい、はい、ということで、じゃあ今回じゃあ舞さんから、え、私からですか、ゆめなちゃんからどうぞ。いやだだだだだ、この前私からやったけん、え、ちょっと今できてないわ、なんでなんでなんでよ、それは、はい、それはフェアじゃない、それはアンフェアだいくよ、じゃあ3、2、1お願いしていいですか。はい、いきますよ、3、2、1、そげん言うたかっちゃ、団子ば食べたかっちゃろてかちょっとかぶったんやけどちょっと見せて、ちょっと見せて、普通にちょっとかぶったそれ今書いた、さっきの時じゃあどうぞ、うん、一応いとこ、でもなんかあの前のが中身があるけん、ちょっとやっぱもう今回は負けた気がするな。3、2、1、そげん曲げんばだからお前なんて言いやった早くついて、え、ダメ、聞こえんかった、近すぎるんで、近すぎた、あのこの辺でお願いしていいですか、気合がねお願いします、はい、いきます、じゃあ3、2、1、そげん曲げんばだからお前、ちょっと待って、え、分からん、2回目も分からん、でそげんもあげんもなかろうもってそげんもあげんもなかろうそげんがさ一緒やったけんさ、最初の切り口が、ね、大丈夫大丈夫大丈夫、地元の人でもわからんかった、あ、ほんと、そげんもこげん、そうね、そげんもあげんもなかろうもって人おるやん、おるおる、なんか怒っとって、あ、おるおる、わかるわかる、まあ、ちょっとあの私はそれはあの福岡方面の方の方言を引っ張り出しましたね、うん、今回ちょっとかっこよかった、憧れ、うん、憧れをちょっと持ってきました、かっこよかった、はい、ありがとうございます、すげえもあげもなかろうもんってね、わかるわかる、言うよね、先生とかね、そうそうそう、お母さんとかね、そう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 、はい、皆さん、じゃあ皆さんの中で、うん、今日も投票ね、はい、お願いしますよ、お願いします、お願いします、じゃあ、あの、まあ、どっちかだけのアカウントでしよっか、そうね、うん、今回じゃあゆめなちゃんの方で、うんうん、じゃあ今回はそうね、うん、そうしよう、で交互にやっていきますんで、うん、皆さん投票よろしゅうクリーム、お願いいたします、ということで、はい、じゃあついに、うん、3月、うん、中旬のこの前言ってた森目の自主企画、うん、無事に、はい、終わりました、ありがとうございました、お疲れ様でした、たくさん、皆さん背中を押していただいて、うん、本当に楽しい夜を過ごすことができました、よかった、なんかさ企画ライブっていいよね、いいね、めっちゃ楽しい、ね、初めてこの前やったけど、ね、超楽しかった、なんかさ元気出る、気合も入るしさ、うん、なんかそういう自分のやつやっていうことで、うん、背筋もピンとなるし、はい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 、なんか見つめ直すことができるっていうか、わかるわかる、うんうん、なんかすごいいい時間だったなって思ってます、お疲れ様でございます、ありがとう、おもろこし、はい、最近私も同じ日にライブじゃなかったら行きたかったよ、うん、あ、本当ありがとう、でも15、16って前は 2days だったじゃないですか、うん、楽しかった、楽しかった、なんか勉強になりました、刺激になったんです、おー、いいですね、はい、あなたにとってライブとは、ちょっと待って、あ、ホームです、おちょっと待って、やめてやめて、今すごい嘘くさいこと言ってしまった、ラブミュージックで、こういう急に来るじゃん、その振りやめて、ごめん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 、びっくりしたわ、そのカラオケのダムチャンネルみたいな、そうそうそう、分かるけどちょっと怖い、それをやりたかった、それをやりたかった、急にちょっと思いつきで言っちゃって、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、でも今後のライブとかどんな感じなんですか、はい、マリーメナーですね、はい、今回ですね、3月、
今回が19日で、はい、あの今週がですね、はい、ライブが22日の3月22日に、はい、渋谷ジジで小田夢乃ちゃんっていう子がワンマンライブするんですけど、はいはいはい、その子が留学前にワンマンライブで、その子のライブに私が少し歌わせてもらうことが決定しましたので、はい、よかったら夢コンビとして一緒に頑張った、夢ちゃんの旅立ちをね、背中を押せたいと思ってます。よかったら22日もよろしくお願いします。あとその後3月の後残りの1本は28日ゆうてんじ FGs さん、うん、はい、で決まっております。ぜひ、はい、よろしくお願いいたします。楽しみ待ってます。イエーイ。上田舞さん、私ね、はい、昨日あの大事なお知らせさせてもらったんですけど、はい、ね、レコ発ワンマンになるんですよ実はっていうそのお知らせをさせてもらったので、5月26日ね、そうなんですよ。で、はい、今だんだんあのワンマンのテレビチケットもガンガン売れていってくれてて、ありがとうございますって感じなので、素晴らしい、もう当日にアルバムをお買い上げいただけた方には、うんうん、あの特典も、発売日特典もございますので、いいですね、ぜひ来てほしいのと、では買わなきゃ。でも3月残りは、うん、あれですね、バンドなんですよ。だからそのワンマンの会場と同じ、うん、会場でバンドで、エビステマドスイッチ、そう、エビステマドスイッチで3月の29日にバンドでライブが3月残ってるんですね。超楽しみ。ちょっとなんかあの皆さんの中でもあれですよね、あ、ワンマンってこのライブがもっと見れるんだって思う、そう、思ってもらえる、来たくなるような、ね、うんうん、感じになるかなと思って、うんうん、ぜひぜひぜひお楽しみに。え、3月は29日だけ？だけなんですよ。あ、そうなんよね。そうなんですよ。了解です。はい、ということで3月29日、はい、遊びに来てください。遊びに来てください。ちょっと待って。どうした？一つ言わなきゃいけないことが。どうした？一番大事なことが。そう、私たち5月にワンマンライブがあるんです。イエーイ、あるんです。あ、さっき言ったね、前に言ったね、言ったね、森ちゃんは、はい、5月に私たち、5月ワノリメナ5月19日北サンドストロボカフェにて、はい、夢ぼっちワンマンライブ決定しております。上田舞が5月26日恵比寿天窓スイッチにて三つ星、東京初ワンマンライブでございます。こちらの方も合わせて、うん、皆さん、遊びに来ていただければ嬉しいと思ってます。嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、いや、そうね、今週もね、まあ、ワンマンに向けてガンガン頑張っていきたいですね、はい、そうね、走り出せ、たたたたた、走り出せ、たたたたたた、すいません、嵐スイッチが入ってたから、嵐スイッチが、すいません、どんどん走っていく、ガンガン走っていきたいと思いますので、うん、皆さんも一緒に楽しみましょう。ましょう、お願いします。今週も、マイドライブでコールナイト日本を聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。早かったね今日ね、なんかね、うん、なんか今日スススーといったね、スススーといったね、スススーとね、スススーといったね、うん、ありがとうございます。ということで、はい、寒いかなったり暖かくなったりね、うん、するんでね、皆さんも体調管理を気をつけてほしいなと思います。思います。はい、私たちも気をつけます。気をつけます。じゃあまた来週会いましょう。会いましょう。それでは最後の曲、森ゆめなで飛行機。会いたくても会えない地帯は終わったみたいだ。時間も全部全部全部忘れて。